おぉすごい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 、まだ、あ、出た出た出た、来て来て、飛んでる飛んでる。はい、こんにちは、わーちゃんのるまいはです。はい、今日はこちらですね。うん、任天堂ラボです。はい、ということで我が家にもですね任天堂ラボやってきました。うん、今回はですねこっち側のロボットトイコン、これを作っていきたいなと思います、ね。多分こっちがロボットだと思うんだよ、この絵柄だからね。はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい、おお、あ、これダンボが書いてある。本当だ、これあれだね、きっとアマゾン限定のやつだね。うん、マスキングテープ、せーの、はい、お、あ、これがソフトだね。ソフト始め方、ソフトを取り出す、あ、任天堂スイッチにこのソフトを入れて作り方があるんだ、あるんだね。なるほど。あ、紐とか段ボールは結構入ってたね。多分22枚くらいだと思う。いやー、これすごい作るの大変じゃない？そうだよね。じゃあ作っていこうか。はい、じゃあ、エイシン君、バイザーをセットしてみてください。はい、セットしたら L ボタンを長押し。まず上に上げて、頭の L ボタンを長押し。OK、うん、セットは完了してますね。はい、テレビモードになっているから、うん、もう一回 L ボタン、うん、OK、 そしたら背中にこれを背負うんだね。うん、やってどうなの。 OK ね、これちょうどいい、これちょうどいい。OK、じゃあ L ボタン押してください。いよいよ遊ぶ。おっ、ジョイコンがブルブルなってたんだ。遊ぶ、頑張って。パンチで壊したって。おお、すごいすごい。おお、えい、歩いてみよう。だって足を高く上げて押してみよう。動いてんね。すげえな、ちゃんと動いてる。あれでもなんかこの向きがあれなんじゃない。おちょっと後ろ向いちゃってんだけど、これ向きもあれだね、変えられてるね。うい。すげえ壊してるよ。ちなみに早く方法するか、ある早くなる。うん、バー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 、おお、すげえすげえ。もしもこれと三コンボ。後ろ向いてるけど、あ、後ろ向いちゃってる。ロボットも画面見ながらやってもいいんじゃないの。分かりにくい。どう？なんかロボみたいな、ロボみたいな。さすがにさ、そんなにエイちゃんの、エイちゃん自体が体を回転させなくていいんじゃないの？ほら、傾けるんだって。あ、あとは、その間ね。うん、痛い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 、気をつけて。もうかしげるのがこっちだってよ。おお、えい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 、おお、すごい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 、まだまだまだ20コンボ20コンボ。ちょっと上とか向いてみてよ。上向けんの。あ、向ける向ける、すごいすごい。うぃぃ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 ぃ、でかくなったよ。お、あ、一瞬だった。うぃぃぃぃ、すごい音が鳴るんだね。すごいな、ちゃんと画面に一緒にさ、この何センサーのあれがついてる、うん、出てる、これにちゃんと応じて動いてんだ、うん、あとまだ2分30秒ぐらいあるよ。これいい音なんじゃないの。うん、確かに遊びながら。思うんだって。
両手を伸ばして飛行モード、空が飛べる。飛行モードできない。あ、出た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 。飛んでる飛んでる。なるほど。おー、こうやって伸ばすと飛行モードなのね。これでもこっからじゃ攻撃できない。こっから、うわっ、すごいすごい。これ体の向きで方向変えてんだよね。うん、こんな感じで。もうこれで、これさ、本当のロボットもこの操作方法でいいんじゃない。そうだよね、なんかね。本当のロボットじゃん、これ。ふい。あ、いけ、上から。おりゃー、うわ、踏み潰した。えい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 。あと50秒ぐらい。カンバーもぶっ壊す。そこのでっかいさ、緑のやつ倒した方がいいんじゃない。あと40秒ぐらいしかない。頑張って頑張って。ちょっと上向いてくれる、上向いてくれる。あ、そうそうそう、はい。5107万1000点。イエーイ。すげえスコアだった。ちょっとこれやりすぎた。ログレベルがどんどん上がっていく。はい、ロボレベル、ロボレベル8になった。歩いてみようだって。はい、オッケー。右パンチで終わるだって。じゃあ終わる。終わるんだったよ。すげえ、うん、ドーン。あ、ジョイコンでも操作できる、うん、なるほどね。はい、まだね、他にもパーツ余ってたんだよね、うん、だからいろいろ、あ、ほら、ガレージなりきり2人でチャレンジカロリーとかあるよ。おー、カロリーだから。カロリー、え、じゃあダイエットできる、これで。イエーイ。はい、ということで今回はですね、任天堂ラボのロボットキット、このトイコンで遊んでみましたね。なかなか面白かったね、うん、作るのはだいたいうちら2時間ぐらいだったかな、うんうん、割と2人で、ね、協力しながらやったんで、うん、早くできたかなと思いますね、うん、実際もうちょっとかかるみたいな、ね、1人だったら ね、はい、でも面白かった。そうだね。あとはあのね、いろいろデコるシールとか買ってあるんで、うん、まあ、その辺でデコったり、もうちょっと補強ね、うん、これそのまま差し込んだだけだから補強、うん、マスキングテープもついてきたから補強して長く遊んでいきましょうよ、うん、他にもなんかいろいろまだネジとかくっつけられるんで、うん、ここにここにね、そうそう、穴が開いてる。そうそうそう、こっち側ね、こっち側に穴開いてるから、うん、そうするとまた別のゲームで遊べるんでね、うん、はい、面白いね、うん、はい、ということで、そうだね、うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、ちょっと今回のおすすめ動画いつものところも出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録はこの辺りからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。結構すごい音、うん。